クイズで学ぶプロジェクトマネジメント第12問、後期への戦略。問題文は必要に応じて停止操作をしながら読み進めてください。ではスタートします。はい、後期への戦略。これはリスク対応計画プロセスのツールと技法である後期への戦略についての問題ですね。で、問題文からその分野で実績のある A 社と組むという第三者を利用した戦略が読み取れます。まあここでもう、しっかり理解している方は簡単に導ける回答を導けますね。次、後期への戦略は5つの戦略があります。活用、共有、強化、需要、エスカレーション。そのうちこの赤で示している共有の後期を実現する権限を第三者に割り当てるというのが該当しますね。活用、そう、他の戦略では活用、後期が確実に来るようにすること、有用な要員採用で期間短縮、コスト削減などすること、するやり方ですね。それから強化、発生確率で影響度を増加させる、アクティビティを早く終了させるために資源を追加投入するなどがありますね。あと需要とエスカレーションは、脅威の戦略でもあったものと同じです。はい、ということで、この第三者、その分野で実績のある A 社と組むのが良いだろうというのは共有にあたりますね。